フォルヒギターはチェコ共和国のギターメーカー。ギターリストとしてブルーグラスを演奏していたフランティセク・フォルヒが1981年に自分と数名の友人のためにギターを制作したことから始まる。当時チェコスロバキアは共産主義体制下であり、西側の輸入品のギターは高価で一般人には手の届かないものであった。またギターメーカーとして起業すること自体が違法行為で、 あり、自宅のガレージ程度のごく小規模なスペースで密かに制作、販売していたという。初めて制作したアコースティックギターは、成形の容易さから、オベーションのような樹脂製のボール形状のボディバッグを持っていた。その後は試作と検証を繰り返しながら、徐々に品質を高め、プロアマ問わず地元プレイヤーの高い評価を得るまでになる。 そして1989年から93年にかけての民主化の後、チェコ共和国となり、その93年時点で20名ほどのスタッフを抱えるギターメーカーになっており、本格的に市場へと参入することとなる。以降は、隣国ドイツへの輸出開始からヨーロッパ各国への広がりを見せる。日本では2003年より株式会社 M。 プロダクトスタジオ M が正規輸入代理店として販売を行っている。ファーチ CNR システム順ぞい逆ぞり両方に対応するダブルアクショントラスロット。トラスロットを覆うカーボン製チューブはネックの剛性を飛躍的に高め、不規則なネックの反りを抑制し、トラスロットの効果を補助する。ネックの取り付け角度を正確に保持し続け、 原振動の伝達効率を向上させる特殊合金製ジョイントバーツ。2015年頃よりフランティセクから社長の座を引き継いだ実施のピーター・ホルヒは民主化後に育ったグローバルな世代である。従来からの熟練工による手作業の良さを生かしつつ炭素繊維によって補強されたトラスロットと軽量合金製のバーツをネックヒールに内蔵する革新的なネックジョイント方式。 CNR システムや極めて薄い塗装仕上げを可能にする紫外線、硬化塗料の採用、近代的な工作機械の導入による品質の安定化など、新しい視点からホォルヒギターのさらなる発展を推し進めている。中心的なシリーズである23シリーズを例に挙げると、見た目は壁な装飾はなく落ち着いた雰囲気を持っている。シンプルでクリーンなデザインにボディバインディングや ペグボタンに別行柄のプラスチックパーツを使用した雰囲気は伝統的なクラシックギターから少なからず影響を受けているためである。さらに上位シリーズではウッドバインディングやアバロン街によるインデイなどが施されるモデルが用意されておりプレミアム感が高くなる。それでも派手さはなくシックなデザインバランスが保たれる。最上位の25シリーズは日本市場向けに スタジオ M が企画した商品であり、実際にそのオーダーの通り制作したホルヒが、そのデザイン性の良さを気に、入り、日本だけでなく、レギュラーラインナップに加えることになったという逸話がある。33、34、35という30番台のシリーズはアメリカンビンテージギターの手法に習ったホルヒ流のギターである。スクエアなヘッドストックやオープンギアの塗装は、 一旦艶出しに仕上げられた後、手作業で半分ほど円を落とし、使い込んだ風合いの外観を醸し出す、独特の仕上げを採用している。代表的なモデルの一つイエロー GCCR2018 年に大幅なラインナップ改変が行われ、これまでのナンバリングによるシリーズを廃止し、カラーによるシリーズ名に変更された。数字がシリーズの上位、回を表すというイデオロギーをなくし、 各シリーズには個別の魅力があり、それを求めるプレイヤーにとってはベストな選択であってほしい。という思いからだという。例えば前日の23シリーズはデザインをほとんど変えずにイエローシリーズとして引き継がれいる。また上位シリーズではアバロン街などを使用した華やかな装飾よりは美しい木目を持つ木材の組み合わせによって表現される落ち着いたデザインにシフトしている。 ピックアップを標準搭載し、ステージ用ギターとして高められたグリーンシリーズ。スチール弦のネック形状をそのまま採用し、持ち替えても違和感のないナイロン弦のギターグランドナイロンシリーズ。ネックを取り外してボディ内に収納できるコンパクトなトラベルギターリトルジェーンなども新たに登場した。レインボーシリーズさらにカスタムオーダー専門のレインボーシリーズではボディサイズトップ材。 サイドバック材、シバンブリッジ材、バインディングパフリングポジションマークや、インレイなど、様々な項目を自由に組み合わせて、理想の一本を作り上げることができる。2018年以降の現ラインナップについて解説する。モデル名は、シリーズをシリーズを表すカラー、ボディサイズを表すアルファベット、トップの木材、サイドバックの木材の順で表記される。 ボディサイズについては講述する。各種木材を表すアルファベットは、シトカスプルース、ウエスタンシダー、イングルマンスプルース、アルパインスプルース、アディロンダックスプルース、インディアンローズウッド、マダガスカルローズウッド、ココボロ、ブラックウールナット、マホガニーなどがある。例として、イエロー GCCR を挙げると、イエローシリーズ、G サイズのカッタウェイボディ、シダートップ、 インディアンドーズウッドサイドバックとなる。9種類のボディサイズが用意されており、各特徴を簡単に説明すると以下の通りである。ム、WOMWOM650mm のフルレングスのスケールを持つギターとしては最も小ぶりなボディ。12フレットジョイントのネックとブリッジの位置関係が生み出すサウンドはサイズ感を超えた力強さと温かみが感じられる。 それに伴いボディの中心に位置するブリッジが生み出す。OM、オーケストラモデルオーケストラモデル小柄なボディのため、ピッキングから音の立ち上がりまでの反応が早く、ダイレクトな演奏感が得られる。またフィンガーピッキングなど入力が弱いプレイでも、ボディ全体を十分に鳴らしきれる。格言、格、フレットポジションにおいて均一な音量バランスで、指先のコントロールで、 サウンドに表情をつけたいプレイヤーに向いている。ディープボディやショートスケールというオプションも選択可能。G、グランドオーディトリアム OM より幅広で厚めのボディであり、ドレッドノートに次ぐボディサイズ。一般的にボディが大型化するほど中引く音域が強調されたサウンドバランスとなるため、OM に比べてボリューム感の豊かな奥行きのある響きが得られる。フォルヒのラインップでは、 中型のサイズとされ、演奏ジャンルやプレイスタイルを問わずに選ばれ、OM ボディの反応の良さと口述する D ボディのパワー感を良いバランスで求めるプレイヤーに向いている。D、ドレッドノートドレッドノートは、大型ボディのアコースティックギターでは代表的なスタイルである。特有の下腹に響くような低音が魅力である。ドレッドノートにこだわるプレイヤーは、この低音に魅了されている場合が多い。 サイズとしては口実の RS と同程度であるが D の方がより低音の強調されたサウンドバランスとなる。RS、ラウンドショルダーラウンドショルダーラウンドショルダーはドレットノートと同等のボギサイズである。ラウンドショルダーの方が音の立ち上がりや歯切れの良さが出しやすくパーカッシブなリズムプレイにおいて迫力のあるサウンドを生み出す。S、スーパージャンボ幅広なジャンボボディ。 余裕のサイズを生かした大きくクリアなサウンドが特徴であり豊かな低音ときらびやかな高音が得られるいわゆるどんしゃりな傾向のキャラクターを持つピックでの演奏においてもよどみなく響かせることができフィンガーピッキングでも強いタッチでクリアで豊かな音量を求めるプレイヤーに向いている GNC グランドナイロングランドナイロンナイロン弦専用に開発されたボディルヒでは いわゆるクラシックギターではなく、スチールギター奏者が持ち替えて、演奏に違和感のないナイロンギターとして開発されている。カッタウェイボディの12フレットジョイントという仕様で、組み合わされるネックもスチールギターと同形状の、ナイロン弦としてはスリムな 45mm ナット幅となる。GSC、グランドスチールスチールギターからアレンジされて生まれたナイロンギター用のボディを、 さらにアレンジして生まれたスチール弦専用ボディ。つまり、スチール生まれ、ナイロン育ちのスチールギターである。OM と、ほぼ同サイズでありながら、ナイロン育ちのふくよかな響き方がある。リトルジェーン、トラベルギター LJ10、CM ワンタッチでネックを取り外して、ボディ内に収納することで、コンパクトに運搬することができる、トラベルギター。ロック式ペグの採用などにより、 分解から組み立てを行っても、弦のチューニングがある。程度キープされ、すぐに演奏をスタートできる。デイパックのような形状のケースが付属する。旅好きのフランティセックが、所有するハーレーダビッドソンで、キャンプに出かける際に、バイク後部の収納ボックスに入るサイズのギターが欲しい。という遊び心から生まれたギターである。日本国内では2000年代に起こった。 アコースティックギターのインストゥルメンタルブームの影響や、カッタウェイボディやネック形状などが、現代的なプレイスタイルにフィットしたことから、日本での販売当初は、ソロギタープレイヤーを中心に注目された。後に、様々なジャンルのプレイヤーに広がりを見せた。国内外を問わずプロミュージシャンにも愛用者が多く、日本国内では、赤崎文博、ドクター K。 池田里氏中川伊と、井上隆の、中西慶蔵、岡崎道則、山本幸太郎、岸辺新明、UK、山木翔平、西村健人などが使用している。ありがとうございます。